釣り三昧。はい、皆さんこんにちは。2022年度の福袋を開封していきたいと思います。購入した店はですね、フィッシングユーさん、で、この3つ買ったんですけども、このタグがもう取られてしまっていたので、どれがどれだかわからなくて、開けてからこれはヒラメ用なんだ、大物用なんだってことで説明していきたいと思いますが、購入したのは青物、サワラブリですね。それが11,000円、税込み11,000円のものが一つと、それからサーフヒラメの1と2の、サーフヒラメは税込み5,500円です。それを1と2と2袋購入して計3袋、22,000円の会計でありましたが、それを購入してきました。ではこちらは何かちょっと分かりませんけども、開けてみたいと思います。タグがないので、袋もねよく見た感じなので、何から入ってみましょうか。あ、来ました。ハウルシャット限定色グローですけど、5インチ、ちょっと長めですね。5インチですね。色がですね、ピンクキャンディーグローって書いてありますね。デュオさんのハウル用シャットですね。海洋のシャットです、になります。さあ、次はまたシャット、今度4インチ限定色、これもグロータイプですね。グローラメオレンジベリーです。ちょっとここのオレンジベリーっていうところですね。お腹の部分ですね。お腹の部分がオレンジにちょっと着色してあって、それ以外はシルバーラメが散りばめられてます。4インチになります。で、次はセットアッパーですね。セットアッパーも、もうこれはオールマンさんの監修で、知る人ぞ知る、もう本当にサーフ攻略にはもう欠かせないですね。セットアッパー125スローシンキング DR125S ですね。 26g でピンクイワシ、いいですね。ヒラメさんはね、なぜかしらピンクで当たりが取れること多いんですよね。お腹の部分ですね。お腹の部分がピンク色だ、ピンクとオレンジですね。ちょっとそういうのが好きみたいで、よくわかりませんけど、ヒラメさんに聞いてみたいですね。何もね、本物のお魚さんのね色してる必要ないので、いかに目立つかがこの辺り、広大のサーフでですね、大場所ではいかにルアーを目立たせてヒラメちゃんにですねアピールするかっていうのはやっぱり死活問題だと思います。こちらはもう一級品のルアーですね。はい、こちらはカルディバですね。カルディバオーナーさんですね。スナップ1号、この辺ぐらいなんですかね、ヒラメサイズっていうと69ポンドありますけども、ここまでの強度はねいりませんけどね、青物がかかった時にですね、安心では安心ですよね。1号ですね、クイックスナップ X、こちら使ったことないですけど、色がいいですね、ガンメタで。これもですね、アダスタですかね、25。これ僕色違い持ってるんですけど、これまたこの色いいですね。ちょっと濁りのある時ですね、もう大体砂浜は風が吹いてたりすると結構濁っちゃってるんですね、砂が巻き上がって。
だからシャローに行けば行くほど、あの砂混じりで濁った感じになって黒っぽくなるので、まあ、こういう時にこういうあのグリーン系ですね、まあ、チャート系もそうですけども、あのすごく目立っていいと思います、ね、魚に結構アピールしてもらえると思います。メロンメロンメロメロメロンっていう面白い名前ですね。ネグロさんの監修ってことですね。こちらはですね、あの投げてただダラダラと巻いてくるだけです。時々止める止める、止めなくても大丈夫かな、釣れるかな、ダラダラと巻いてくるだけで、ヒュ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 ッ、こんな動きで時々こう波に押されてシャーッとこうくるくる回ったり、なんか結構弱々しい魚をですね演出できるので、結構ですねフグとかコノシロとかベイト系にも反応がいいですよね。なのでもそこにヒラメとかオモノがいれば積極的にアタックしてくると思います。これなかなかいいです。あのなかなかですね、あの名作っていうと結構お値段も高いですけど、比較的リーズナブルで手に入るんじゃないかなと思います。 25g はど真ん中 の、 あのウエイトですんで、これは良かったと思います。さあ続きまして、はい、マキッパ、わーい、マキッパ30、ピンクですね。そう、巻きっぱってね、本当に投げて巻くだけなんですよね。下手にね、なんかアクションつけようとするとね、くちゃくちょっとなんかわけわからなくなってしまうっていうか、何かわからないですけど、それで食ってきたことはあんまりないですね。当たりはあるけど、かかることは今で僕は経験したことなくて、本当にダラダラ巻いてくるだけ、投げて巻くだけなので、ちょっとあのね、いろいろこうしゃくったりして、あのジギングみたいな感じでこうジャークとかやったり、腕が疲れた時にはこちらを投げてますね。マキッパもですね、いろんな種類が、まあ、シリーズがありまして、あの、まあ、本当にソコッパとかね、マキッパとか、なんかそういうような名前違いのもありますけど、本当にそれらはほとんどですね、もうただ、ま、投げて巻くだけ。それがここのブレードがですね、ウォッチですね、あの先行姿勢はちょっと上向きなんですよね。上向きになって、ブレードがですね立ってるんでね、立ちながらくるくる回ってくるので、あのなんか V 字型にこう魚影が出てくるような感じですかね。なので魚さんにとっては何か何匹もいるような感じに思えるんですかね。結構ですね、これであの当たりが取れますので、まあ、刺さったらですね、まずあのバレません。これあのシングルフック使ってますし、あの絡みつくようにこう前後にあの魚にこうの体の表面ですねに刺さりますんで、もう、まあまあ、まずバレることないですね。これはすごいんですよ、マキッパシリーズ、これはありがたかったです。さあ次ヒラメ用と、であこれもファントゥーさんです、ね、30g、こちらも、まあこちらはですね、のリアにフックありません。あの基本的にはあのシャクって使うタイプですね。で前方重心ですんで、まあ、飛距離はですね、まあ、まあそこそこぐらいかな。後方重心に比べると飛距離はちょっと劣るかもしれないですけども、このシャクった時にですね、ジャークとかこの魚のこの動き、あのルアーの動きがですね、こう早いんですね。ハイピッチでこう持ってこれるんですね。なので、まあ、あの使い方によってはですね、これ一択っていう時もありますよね。ミノーみたいに泳ぐって書いてありますね。これもかかったらバレにくいですよね。まあ、後ろにトレブルフックつけるのも一つの手ですけどね。もうつけたらもう最後、あのそういうルアーはですね、あのただ巻くだけ、ダラダラと巻いてくるだけみたいな感じで、
これはいいですね。一回使ってみますね。ブルピンっていうのもいいですよね。ブルピンはですね、もう日中にすごく効果が出やすいですね。間違いないですね、こちらね。はい。で、まだある。あ、これまたちゃって、そうですね。ハウルフィッシュですね。ラメラメシルバー。ビデオさんのヒラメ捕食用って書いてますね。限定食。限定食って多いですね。こちらも限定食、限定食。どのぐらいの意味か分かりません。これはもう本当にドクリアですね。クリアのラメラメですね。こちらはですね、常夜灯やなんかの 時にですね、使うといいかもしれないですけど、サーフに常夜灯はほぼないので、使いどころがちょっと分かりませんけどね。まあでも、日中の方がいいのかな、こういうの。ではないので、日中に自然な色ってことですね。自然に見える色ってことですね。このオッポがいいですね。これが本当にちょろちょろちょろと動きますんでね。アピールも、アピールも今一番こういう系の中では、おとなしいんですけど、そのおとなしさがですね、違和感を与えないということで、釣果の方はですね、こちらでもよく釣れてますね。4インチですね。次はフラグ。フラグと言います。ヘッド付きのハウルですね。これがですね、21グラムど真ん中ですよね。28とか強いのもいいんですけどね。もう 10何グラムだとやっぱり円周なら結構立ってるんですね、波が。サーファーさんとかもね、来られてるような ところですんで、21っていうのがやっぱりデフォなのかもしれませんね。21ハウル。このピンクの色は、これはピンクゴールド OB って書いてありますね。ピンクゴールド。なかなかいい感じですね。堀田光也さん、コッティさんこと、ヒラメ王ですね。さんこと堀田光也さんの監修になっておるみたいです。こちら今入ってました。次は最後かな、最後っぽい。またハウルフィッシュですね。今度は色が全く違います。今度オレンジですね。クリアオレンジラメって言うんですね。でヘッドにこうつけるってことですね。ヘッドが一つ、ヘッドですね、もう 28g もう1個入れていただければ嬉しかったですけど、21なんですよね、お店的にはですね。でですね、これはサーフヒラメの1か2か分かりませんけども、どちらかで、これの交換用のフラップがですね、4種類と21のハウルセットアッパーで、新編のクイックスナップと巻きッパー、それからこちらのジグですね、シャックルジグですね。こちらで以上です。ご視聴ありがとうございました。